どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたシュートバレルズというゲームやっていこうと思います。なんか広告で見た感じのゲーム、あ、はいはいはい、あ、広告のゲームですね。しっかり、あ、死ぬんかい、一発死、なるほど。オープスがちょっと待ち時間長いですけど、なるほど。まあ、広告でよくある詐欺ゲームを本当にゲーム化したという感じですね。で、育成の要素がありますよと。ただまあちょっと今 3ゴールドしか持ってないので、何をレベルはちょっと上げられないですが、まあ、育成の要素ありのあの広告のゲームという感じですかね。OK、まあまあまあ把握はした。とりあえずまあ左右に動かすだけで勝手に鉄砲はバンバン撃ってくれますよと。なるほど、この無限のやつは撃っても意味ねえだね。うわ、数字が急にでかくなった。ああ、なるほど、ダブルで撃てるようになりますよと。はいはいはい、なあ、ちょい急に撃たなくなったよ。OKOK、まあまあまあ、これステージクリア型なんかな。とりあえずお金が貯まったので、ダメージをプラス1にしました。これは結構でかい気がする。数字がでかいです。もうさっきの、まあ言うてダブルマシンガンを装備してるのと一緒の減らし方ができるので、やっぱ数字でかいときついな。あー、もうこれは無理だね。あー、だいぶ育成しないといけない感じはありますけど、ちょっとこれ進んでみたらどうなるのかがちょっとまだ全然分かってないので、ちょっといける限り、ちょっと今回は死なないことを、意識してちょっと進めるだけ進んでみようと思う。どうやらなんかステージとかいう概念はなさそうですね。ちょっとずつこう数字はでかくなってきてますけど、あ、いや、あった。ステージの概念ありました。レベル2になりました。何、動くやつが来るってこと。まあまあ、これは避けられるけど、あ、いや、でもそうでもないな。なんかむずい石とかが、まあ、いろんなギミックあるって感じなんかな。まあ、とりあえずちょっとレベル2にはなりましたけど、まあ、数字が多少でかいやつが増えたかなぐらいかな。そんなに大きくは変わってない気がする。うーん、危ねえ、危ねえ、あー、じゃあ、くそ、今中央だったな。まあ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 、レベル3まで一気に来れましたね。で、これ156ゴールドあるから結構強くなる気がする。あー、金もあげるのも大事っぽいな。あー、なるほど。あ、緑でゲットしたやつはこっちで使えるぞってことか。なるほど。こっちもまあアンロックしていけばいろいろバフがかかるよと。あ、ほんでレベル1からじゃなくて3からやれますね。なるほど。あ、だからまあどんどん奥のレベルまで進んでいこうねっていう感じのゲームですね。なるほど。まあ、どんなゲームかは完全に把握したので、とりあえず先に進んでいくとどうなるのか、まあ、どんなギミックがあるのかとか、まあ、もろもろ気にはなりますゆえ、どんどんちょっとやり込んでいこうと思います。さあ、ここからは10倍速でお届けします。まあ、あの広告でよく見るあのゲームっていう感じのゲームではあるんですけれども、ちゃんと考えて作られてて、レベルアップの要素があったりだとか、でレベル先に進めば進むほど数字が、樽に書いてある数字がでかくなるので、シンプルにこうレベルを上げないと絶対クリアできへんやんみたいな、数字でかいやつがね3個とも転がってくるとか、そういったこともありましたので、まあ、あのやっては、やられてレベルを上げてを繰り返してですね、ちょっとずつ進んでいく様が結構楽しかったですね。よし、さあ、これはでかい。分かったの、これバズーカ取った時にでか、あー、ミスった。でかいやつ倒すと結構なお金、あー、喋ろうとするとね、まあこうなりますわね。ということで、まあ、レベル20まで到達したので新しい鉄砲が買えるんですよね。まあ、ちょっとあの貯まったお金で、もうお金もだいぶインフレしてきました。かなりの高額がないと、レベルが上がっていきませんよという状態なんですが、よし、 OK、大体 OK です。さあ、あー、なるほど、赤いやつでこれ買えるのか。 AK69 がダメージ2倍、現状攻撃力63だったのが倍になるっていうことなので、多分一気に楽になる。もうですね。いや、あー、まあまあまあ、さすがにだけども、まあ、地平線の向こうでだいぶ壊せる状態ですね。あ、これはいいですね、これはいいですね。なるほど。だいぶインフレが進んできついなって思ってたんですけど、まあ、次が30で新しい鉄砲買えるので、
なるほど、銃刻みで新しい鉄砲を買い、一気にまたインフレするぞっていう感じですかね。オッケーオッケー。ただもう桁がもうすでにめちゃくちゃなことになってきとるよね。ゲットできるお金もなかなかぶっ壊れてきてるし。あー、ラストではないか。ラストだ。よし、これ3個が転がってきたらラストなんですけど、でこれ岩が毎回クリアすると転がってくるんですけど、これボーナス岩でした。これずっと数字が減り続けて、次もクリアしたらこう引き継がれるんですよ。最初は爆裂な数字なんですけど、で、クリアすると、まあ、こうやって、報酬がもらえますよと。だから 3,4 ステージクリアするごとに1回この宝箱がもらえますよみたいな感じですね。なので、まあ、これで赤を貯めておかないと銃進んだ時に新しい鉄砲が買われへんってなるわけですね。まあ、レベル20超えてから結構なんか順調な感じですね。やっぱマシンガン AK 買ってから2倍になったのがやっぱ相当でかい。つうか無限タルがちょっと増えてきましたね。まあ壊せるやつは、というか数字がでかい樽を壊せば壊すほど、大量のお金がまあ手に入るよというシステムなので、ランチャーとかをゲットした時に爆裂な数字の樽を壊すと結構な額は手に入るんですよ。なので、お金が2倍になるバフかかるやつ、まあ、今2倍ですね。はい、積んどる。これはなしだろう。ちょっと待って、絶対クリアできへん配置もあんの。これちゃ、いけたー。でかい。ダブルマシンガンのおかげで30超えました。さあ、これで次死ねば300で買えりゃいいけどね。新しい鉄砲を、買う権利が与えられました。まだ進めるだけは進みたい。いや、でももう壊れる樽が少ねえ。壊せる樽がほぼほぼこん。もう無理。多分これもう新しい鉄砲を買う前提の数字で作られてるから、鉄砲買わないとこれも無理っすね。やっぱ進めば進んだだけ、100で買える。OK。5倍、5倍は超でかいぞ。だからもう実質 2.5 倍ですね。なのでもうダメージ今500いけるから相当強くなった。もう毎度なんですけど、レベル何十九のところがもう鬼門になりすぎてて、まあ硬いんですよ樽が。最初は結構こうやって地平線の向こうでぶっ壊せるんですけど、もうちょっと進むとね、全然壊せる樽がなくて、であとはまあ運ゲーになるんですけども、ランチャーをゲットできるとかなりでかいんですよ。だからああいうこのランチャーとかを早めに行くけど、まあ、全然壊せないですけど、ランチャーがあると偶然クリアできることがある。ランチャーを持っている時にこの3個とも樽でっていうのが絶対最後出てくるんですけど、それを突破できる可能性が出てくるんですけど、普通の状態ではもう到底こう、もう無理、最後までもいけないけども、こんな感じです。ずっともう PS 関係なく進まれへんが、結構長いこと続いてます。ランチャー、ランチャー取れねえかな。ねえ、いやもうなんかラスト来そうだよ。そろそろラスト来そうだよ。ランチャーよっ。ちょっと待って、これ可能性ある。なるべく奥、なるべく奥壊して、オッケー。ランチャークリアだ。よし、来た。これで新しい鉄砲買える。ランチャー奥にぶっ放したおかげで今いけました。かなり大きい。これ多分一気に強くなる。ダメージ10倍ですね。これは強い。レベル60で最後の鉄砲が買えますよって感じですね。いやー、これさ、もうマジで進んだら進んだだけ樽の HP 上がりで、もう数字がインフレしまくってるんですけど、攻撃力もうほぼ上がらないんですよ。上げたところで、1に変わったところでね、まあ、1、2といつ10倍になるから、まあ、10、20変わるんですけど、まあ、10、20変わったところでそんな変わらないんですよ。最初の1から2は2倍変わるし、とかでね、ちょっとずつ1上げる効果が薄まってきとるんですよ。なのでもうね、結構もう成長曲線の頂上にいる気がする。でも球の速さとかももうそんなに見た目変わらんしな。もう
ちょっと現状をお伝えしますと、もう現在レベル50にはいるんです。ただまあランチャークリアとかでしかクリアできない状態です。で別に進んだら進んだだけ樽の HP も上がるんで、まあ、よりクリアはできなくなってくるんですけども、まあレベル50なんでね、新しい鉄砲を買えば多分また結構突破口が見えてくるんでしょうけど、お金が500いるんですよ。赤い樽をあと230回壊さないとこれが買えない。でしかもダメージが100倍っていうね、いきなりぶっ飛んできたんですよ。現状からさらに10倍になるっていう、なのでこれめちゃくちゃ時間かけてピンクの樽をなるべく壊すっていう作業を続けないといけません。さあここから10倍速でお届けします。左上の上から2番目、ピンクの六角形ですね、あれを500集めるまでこのステージクリアの仕様がありません。なのでなるべくピンクの樽壊すぞっていうのを、やってはしにやってはしにで、この作業マジ苦行でした。これやらんと動画にもできんしなっていう、なんか広告見てね、なんか増えるとかがありゃいくらでも広告見るんですけど、それもないんで、もうずーっとこれでした。ちょっとね、ランチャー運が絡んだ時だけステージが進めるっていう、まあかなりの奇跡が起きないと無理なんですけど、まあ今レベル55まで来て、これワンチャン500貯まる前にレベル60まで行って次のやつが買える可能性が出てきた。ただちょっとね、悪魔の誘惑というかショップという存在を知ってしまったんですよ。このダイヤのプラスのところを押したら、広告見て40ジェムもらえるぞってなったんですけど、これいくら押しても広告流れないんですよ。で、まあ1ドルで110ジェムなら、まあ、全然買ってもいいかなっていう感じではあるんですけど、何回読み込んでもやっぱ広告は無理ですね、出ないですね。もうしゃあない、1ドル、まあ、150円ね、150円で110ジェムならまあまあまあもういいでしょう。ねえ、ちょっと待ってよ、俺間違いなく1ドルのところ押したけど3500円って出るんですけど、ちょっと待って、110ジェム押してるよね。3500円、お前1ドル300円、どんだけ円安なんだよ。違う、逆にこっち押したら、いやこっちは100円かい。24ドルの方したら100円でした。なので、もうちょっと買う。さすがにもうね、150円で110ジェム買えるならもう買いますわ。はい、ということで、100倍のダメージになりましたんで、もういよいよ桁がわからないですね。樽の、書いてある数字の桁が大きすぎて、どっちがでかいかとか、もうそんなの認識できる状態じゃないですね。やっぱり10倍にもなると非常に快調ですね。ただもう数字の桁数多すぎてマジでわからん。壊せる樽か壊せない樽か、3秒ぐらい銃弾浴びせて壊れなかったら多分壊れないしぐらいの、なんか勘でやるしかないですね。広告で見るようなぬるい、明らかにこっちの方が数字少ねえだろうとかがもうわからん。でその上でクリアができん。はい、ということでございまして、レベル60まで来た結果、750個、ダイヤというかね、これがないと、買えません。で買わないともうステージは絶対に進めません。でこれを進めるにはもう多分課金しないと、あと650ダイヤ、やらないといけないので、1時間で100個は集まらなかった、記憶があるので、多分まあ7、8時間遊んでりゃ、まあ、最強の鉄砲をゲットできて、まあ、10ステージぐらいは進めて、だから何ってなるやつですね。でこれもなんかめちゃくちゃレベルが上げられるよっていう状態なんですけど、まあもう分からん。ということで、進めば進むほど俺何やってんだろうっていう感じのゲームでした。ただステージ2、30ぐらいまでは本当に面白いです。ということでね、お時間のある方ぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。